立金豚。左が安納芋を用いたもの、右が紫芋を用いた物栗り金豚は日本の料理の一つ、主におせち料理に用いられる。金豚は金の団子もしくは金の布団という意味で、転じて、金塊や金の小判などに例えられ商売繁盛、金運、財運をもたらす、副食として正月のおせち料理の定番となったものである。 糖分濃度が高く粘り気の強いあんで栗をまとわせた甘い料理で餡には栗もしくはさつまいもを材料に用いるのが一般的である。また、黄金色をより鮮やかにするために口なしが用いられることも多い。立金魂の文字自体は室町時代の文献に見受けられるが、これは栗あんを丸めた和菓子のようなもので、むしろ栗金魂に近い。 現代の栗キンとんとは似ても似つかぬものであったと考えられている。今日見られるような栗を濃厚なあんであえたものになったのは明治時代頃と言われ、もともと勝ち栗として古来から縁起のいい食材の一つとされていた栗がその見た目の美しい色合いから金運を呼ぶものとして正月などのめでたい席で供されるようになったとされている。水と砂糖を煮詰めてあんを作り、 これに栗を加え時間をかけて柔らかく、粘り気が出るまで煮込むことでできる。栗には栗の甘土煮を用いると手間もかからず甘く仕上げることができるが、食感や風味を重視して新栗を用いる場合もある。あんには水、砂糖の他に、さつまいもを用いることもあり、また、砂糖の代わりに和三本や中曹糖や栗甘露煮の漬け汁を使うと、より風味の強い仕上がりとなる。 案に使う芋は、金と銀芋が一般的だが、紅芋や紫芋を用いた代わり種もある。ありがとうございます。